はい、皆さんこんにちは、山城と申します。さあ今日はねどこに来てるかというと、三重県四日市市の宮窓ですね。海の山の道って書いてね、これで宮窓って読むところがあるんですよね。でね、今日はね何をしに来たかというと、新企画をねやっていこうということです。言うてね、スターステートの方はね、新企画が全然ね、メインチャンネルを何やかんや言ってね、ずっとやってませんでしたからね、これはいかんだろうということでですね、やってこいじゃないかということでございます。で、地元ネタなんでね、4つ目じゃないかというところなんですけど、4つ目の方はね、最初はね、オープニング企画でね、ターミナルのね、鉄板ネタを向こうで持ってきましたけど、鉄板なのかどうかは別としてね。で、それはね、それとして、向こうはね、お店紹介をメインにやってくれるんで、ここ、今日もね、なんかね、走ってね、いろんな、ちょっとね、なんか紹介とかできるね、お店とかがあったらね、4つ目の方でまたね、取り上げさせてもらってとかってやると思いますけど、基本的にはね、横というか、四日市をね、よその皆さんにちょっと四日市、こんないいところですよ、来てくださいよみたいな、系の、こういったね、鉄道のね、企画とか、そういったやつはね、普通にメインチャンネルの方で、やっていこうと思います。でね、何をしに来たかというとね、実はね、本当やったら、今ね、この辺りで、近鉄の駅にね、今来てるわけなんですけどね、これ近鉄の宮窓駅ってところなんですけど、いやね、本当ならね、大体ね、駅停の横にね、ちょっとね、他の駅のやつ出しますけど、こんな感じでね、ご案内っていうのがよく出てるんですよ。両国だ。おお。いや、いいですね。高速でこうずっと来ますからね。向こうは確定が来たけど。何がしたかったかっていうとね、よく近鉄の駅ってこういったところに、ご案内って貼ってあって、観光案内がね、貼ってあることがあるんですよ。で、よく、そのね、観光案内ね、結構見てると、結構マイナーなところとかもいろいろ載ってるんで、よし、じゃあね、そのご案内で載ってるところを全部紹介してやろうじゃないかとね、いう企画をやろうと思ってやってきたんですよ。そしたらびっくり、なんとね、宮窓駅ないんですね。いや、中古物とかあの辺りはないのは知ってたんですよ。ですから、宮窓ならね、観光名所もあるし、絶対ご案内の案内あるだろうなと思ってきたら、ないんですね。ってことでね、仕方ないんで、今回は急遽予定を変更して、私が知ってるね、宮窓駅、宮窓はね、正確に言うと、宮窓は私の配達区じゃなかったですけど、難しくてね、宮窓って実はここ宮窓ですけどね、そのね、道渡った先のところは実は宮窓町じゃなくてね、そう、大井の川？大井の川になるよな。あれ？宮東か。宮東か、この辺りは。そう、宮窓の東へ宮窓、宮東ってね、なったりするんですけどね。せっかくなんでね、この辺りね、宮窓駅周辺から、塩浜辺りまでね、歩いてね、ちょっとね、この辺りをね、紹介できたらと思っておりますよと。いやー、俺あると思ったんだけどなー。それかあれか。駅前とかになんか出てなかったっけな。まずね、駅出る前にね、面白い構造があるんですよ。これね、まず宮窓駅のね、見どころの一つなんですけどね。ちなみにこっちから出るとそのまま宮窓神社っていう大きなね、神社がありますからね。こっちから出るのがメインなんですけど、実はね、裏口といいますか、がありましてね、ここの面白い構造はね、ここなんですよね、こっち側。渡り線を渡ると、こっちに会社とかあるんですけどね、おかしいんですよね。今、踏切渡ってね、こっちに渡ってきましたでしょ。さあ、会社と出ようかなと思うんですけど、なぜかそこに踏切があるんですよね。嘘やと思うんですけど、これ確かに踏切探偵室って書いてありますよね。そうなんです。ここがね、面白くてね。こっちから出ましょうか。よいしょ。よいしょ。こんな感じでね。ちなみに駅の場所で言うと、ここで、
塩浜に一つ来た。でここは実は初期の頃に1回だけちょっと取り上げさせてもらっとって、ここの踏切もね取り上げておったんですけど、まあ多分誰も知らないでしょうから改めてね、来ようと思いますけど、おかしいですよね。今ね改札くぐってね改札出ましたよ。なのになぜかねあるんですね、踏切があるんですね。なんでだって、いやいやいやおかしいだろうねっていうことです。これもできた踏切で、なんでかというとね、これはね JR なんですね。え、せや、なんでこんなとこ JR 走っとんのやってね。 JR ってのはね誰でも知っとるね、知っとるぞと。ね、四日市からね、河原だとかあっちの方に抜けてくんでね、近鉄とそんな並走して走ってないやないかね、なるんでしょう。実はね、貨物が走ってるんですよね。で、貨物は塩浜駅っていうのがありましてね、そうそうそう。その兼ね合いで、その貨物を塩浜駅に行く、貨物線路が走ってると。で、その結果、実は、改札がここにあるもんで、近鉄の改札を出たところに、すぐ脇に JR の、電車が来るっていうオチなんですね。まあ貨物専用なんでそんなに電車の本数は少ないですけどね。そうそうそう、本当ならねちょっと朝から来てね、ここの踏切が閉まるところとかね、取れたらよかったんですけど、ね、ちょっとすみません午前中用事が入っちゃったもんでね、ちょっとこっちから、スタートしてますけどね。ということで宮丸駅はね一番の見どころはここかな。ちなみに昔はなんかここ不思議なスペースがありますよね。実はね、ここ、まっすぐこうありますけど、昔はここから線路がもう一つ分かれてたんですよね。で、この先ね、ちょっともう駐車場になってて分かりにくいですけど、ここら辺なんかちょっと謎のスペースがありますよね。で、このままなんかずーっと曲がっていくなんか方向に、ちょっと道がありますよね。これが実はあの三菱ケミカルのね、中に入っていくね、貨物の専用線が実は引き込み線があったんですよね。昔は。うん。今はもうね、使ってないし、もうこっちの方は完全に線路もね、撤去されてますけど、昔はこの三菱ケミカルからも、貨物の運搬がありました。でね、これはね、もうちょっと中に入って撮影することができないんですけどね、実は今も残ってるはずです。あのね、この三菱ケミカルの場内に入ると、私、ちょっと配達しとったかりあいでね、中にもよく入っとったんですけど、実はね、入ってね、ちょっとしばらく海側の方にスーってね、走っていくとね、貨物駅のね、ヤードの跡がね、残ってるんですよ。これはね、すごくね、独特のね、雰囲気があってね、見どころ満載なんですけどね、まあ、残念ながらね、もう中に入ることができないんでね、紹介することができないのがね、残念なんですけどね、あれはね、ちょっとね、本当にね、もし何かで中に入る機会がございましたらね、ぜひ一度見ていただきたい。まあ、中に入る機会があっても、なかなかそっちの方までね、勝手に行くこともできないでしょうからね。そうそう。私の場合はね、配達で中をぐる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 回ってましたんでね、そうそうそう。そう。普通の、ね、トレーラーとかで運搬に来られる方と違って、郵便ですからね、言うて、人のおるところはどこかしらにね、行き着くわけでございまして、その兼ね合いで結構いろんなところに撮ったんでね、このケミカルの場内もね、そうそうそう。ほらこの辺りなんかちょっと残ってますよね。あ、鉄道のね踏切あったんやろなっていう跡が残ってますよね。そうそうそう。で機関もちょっと細めのね、まあ凶器ですからね。でこの辺りだと飲食店とかはねあんまりない。コンビニはちょっと行ったらあります。ファミリーマートさんがありますけどね。まあ、こっちから出たからあれですけど、あ、まだ桜も咲いてますね。そこはニューポートさんって言ってね、チラシの、ね、お弁当とか結構作られてますよね。うん。中で今も食べることってできるのかな？あれ、伊藤マンション塗り替えたんだ。ブラウンな感じ、生まれ変わってますね。あ、でも結構前か。そういえば私が配達中になんか足場の組み立てをやっとったような気がするわ。よいしょ。ちょっともうですから2年ぐらい前か。まあ土曜日なんで落ち着いた感じですよ。あ、せっかくやから踏切渡って宮窓駅の方から撮りましょうか。あ、宮窓神社の方からね。よいしょ。えらい斜めった踏切やな。よいしょよいしょ。
ちょうどでもいいや、宮本さん行くのにちょうどいいですね。よいしょ。あ、よかった。外出たら晴れてきたな。今日もね、天気予報が良くないですから。ちなみにこれ、ね、一つの踏切になってますけど、しれっとね、こんな構造ですからね、まあまあ距離がありますからね。よいしょよいしょ。こっち側は近鉄が管理してるのかな。ですからちょっと踏切の形状が違いますよね。こっちは近鉄の踏切で、向こうは JR の踏切で、も JR も LED に書いてあったりと、結構ね、貨物専用ですけど、ね、いろいろやってあるなっていうところが見えますよね。さあ、で渡ってきたら、まあ、これでちょうど駅の反対側がね、こんなところ、これは近鉄車両用自動車とスペースか、そうなんですね。あ、でこっち側を使ってねってことなのかな。今日は東側のだから、本来は向こう側なんでしょうね。向こう側のにある駐輪場が正式なやつですよってことだから、まあ確かに渡ってくるのは大変ですね。お、懐かしい。まあ、この辺り海辺なんでね、結構ポストも塩害で苦しめられてますけど、このサイズのやつ最近だいぶ減っちゃいましたからね。角型12号でしたっけ。懐かしいな。ここはバー、でもね、本当に駅からすぐ、ね、駅でで、前にちょっとお食事屋さんがあって、もうそのまま、宮本さんのことで、まあ、せっかくですからね、ちょっとお参りしていきましょうか。